ベタピンいきましたね。これは素晴らしいバンカーショットでした。はい。アメリカ女子ツアーのウォルマートノースウェストアーカンソーチャンピオンシップ初日の結果をお伝えしたいと思います。今回出場していないんですけども、ナッサーがね、畑岡ナサ選手が2勝してる大会です。で、まあ、ぶ子ちゃん1人が午前スタートで、他の3選手は午後スタートということだったんですけども、 初日良かったのが笹生ゆかちゃんですね。もうノーボギーでもありました。まあ、6バーディーノーボギーで、6アンダーで初日終えましたけども、これあのー、スタッツ見るとね、まあ、飛ばし屋はフェアウェイキープはそれほど良くなくても、なんとかセカンドラフからパーオンさせるっていうのが特徴ですけども、笹生ゆかちゃん、フェアウェイキープが100%なんだよね、今日ね。 いや、今日良かったですね。飛距離も出てるし、パワーオンがね、18分の17ですから、そりゃ、スコア出るよね、という感じでしたね。はい。それと同じ、まあ、飛距離の出る、かつ、南ちゃんではありましたけども、今日、ノーボギーでしたね。4バーディー取って、今日、まあ、4つ伸ばして、 うーんまあ、あのー、まあ初日だけですけどもね、上場のスタートかなと。やっぱり、シード権取るためにね、あの3連覇がかかってる、かかってた、まあ、日本女子オープンを蹴ってこっちに出てますから、相当気合いは入ってるかなと思うんですけどもね。まあ、 上位目指してとかじゃなくてね、優勝しちゃってシード権決めちゃってもいいんですけどね <laughs>。まあ、あ,ありえない話じゃないでしょ。あの、確率0%じゃないからね。まあ、そんな簡単ではないとは思うけど、エッティがね、ルーキーで、まあ、一回勝ってますからね。わかんないですからね。はい。まあ、スタッツ見ても、 ね飛距離、まあ、笹生優花ちゃんほどではないけども、まあ、飛距離の出る勝みなみちゃん、まあ、フェアウェイキープもそこそこで、パーオン率も良かったですしね、なかなか、まあ、映像見れてないけど、良かったと思いますけどね、はい。まあ、ワウワウの方では、あんまり勝みなみちゃん、クローズアップされないのでね、ファンの方はちょっと寂しいかもしれないですけどね、上位に来れば、ね、ガンガン映ってきますから、ねぜひ頑張ってほしいなと思います。 そしてもう一人のルーキー、西村優奈ちゃんですけどもね。今日渋子ちゃんがメインだったので、その後スタートした午後組のスタートのちょこっと映りましたけども。今日良かったですね、西村優奈ちゃんもああ。6バーディー、1ボギーと。まあ、ボギー一つあったけど、6バーディー取ってますからね。はい、上々のスタート。まあ、ちょっとシード権、 の位置からはみ出てしまってるけど、今後の頑張り次第では全然いけますからね。はい。まあ、ちょっと映ったのを見て、まあ足、足、あの、白いよね。ほんと白いよね。白いタイツ履いてるんじゃないかっていうぐらい白いよね。はい。まあ、朝と昼と夜、夕方と、あの、3回日焼け止めを塗り直すそうですけどね。 まあ30代以降になってからも綺麗でいたいというまあ女の子のねやっぱりそれだけしてもやっぱり美しさは溜まっていたいと <laughs> 女の子ですよねやっぱりねスタッツ見てもなかなか今日パワーオリー率も良かったしまあ上々のスタートだったと思いますけどもねはい。 そして注目の渋子ちゃんですけどもね、やっぱり60位以内にポイントのランキングで入って最終戦で出たいというのを記事で読みましたけどね、やっぱりそこでしょうね。はい、今日10番ホールからスタートだったんですけどね。渋、ま、子、あ、ちゃんまた痩せたんじゃないなんか、あのー、細くなっちゃったよね、またね。細くなるとまたあのー、ゴルフって あの体重とかでもやっぱり安定感が変わってきますからね体重落とすとちょっと飛距離出なくなくるんですよあの川岸文香ちゃんもそうでしょ結構痩せてあ飛距離があのそんなに変わらないからいいやと思ってたんだけど風に弱い球で飛距離が出るのはちょっとダメだということで5キロぐらい戻して。 で、その5キロ戻したのでキープして今戦っているっていう感じですね。今年成績いいでしょう。川岸文香ちゃんね。はい。怪物の娘ですからね <laughs>。はい。やっぱり体重ね、まあ落としすぎちゃってもね、ダメなんでね。まあ練習しすぎちゃうのを、まあちゃんと、あの、自分でこう、あの、ちゃんとしてね。 あの体重を落としすぎないように頑張ってほしいかなと思うんですけどね。今日10番いきなりね、あの、セカンドショットピン右下から5、6メートルぐらいあったと思うんですけどね、おはようバーディー来て、これは採石いいぞと。これガンガン伸ばしてね、トップで終えてほしいなと思ったんですけども、次の11番のパー3ね、右のバンカーに入れちゃったんですけども、これバンカーショット、やっぱり渋子ちゃんうまいので、 1>, まあ1メーターぐらいに寄せたんですけど、これでパーと思ったら、この1メートル外しちゃってボギー打ってしまって、いや、これずるずるいかないでほしいなと思ってたんですよね。連続ボギーなんか来てしまうと、これはまずいぞと。まあ、12番、ね、これはちょっと肝心なホールだなと思って見てましたけど。 まあこれもね、このホールもパーパット1メーターちょっと残すんで嫌な予感したんですけども、なんとか沈めてね、パーを拾って、まあ連続ボギーとはならずに済みました。まあちょっとドキドキしましたけどね。で13番ですよ、パー4。まィショット右ラフに落ちたんですよ。でカート道でポンと跳ねて、でワウワウのカメラさんの、あれ三脚かな三 逆にカジ当たっって止まあんまりあのね機材が壊れたとかあのカメラマンさんに当たって怪我したとかそういうのはなかった感じなのでよかったと思いますよ。ねあそこは止まらないでもうちょっと行ってたらねグリーン狙えないからね。はい、その時にねあのアナウンサーが松山英樹くんのギャラリーのポケットに入った話をしてたんですよ。あれポケットじゃないよね。 服の中だよね。あの、おじさんの服の中に入っちゃって、背中に入ってるんだよって言ってね、おじさんが、その場に止まってって言われて、その場でじっとしてたんですよね。で、松山英樹くんが駆け寄ってきて、で、うとか言ってね、あの、笑ってましたけどね、あの、救済受けるのにおじさんの足元に T 置いて、そこからドライバーでワンクラブ測って、で、まあ、ドロップしてからね、 で、おじさんのシャツをあのめくるとこう背中がポトンと落ちたっていうのが、あれだったと思うんですけど、ポケットじゃなかったと思いますけどね。あの、咳払いのアナウンサーですよ。<laughs> ワウワウではね、夜中だからかなんかしてないけど、あまり咳払いしなかったね。<laughs> 何なんだろうね。昼間はすごい咳払い。あれ、咳払いアナウンサーじゃなくて、後ろのスタッフの人なのかな。すごい咳払いが。 あの音声に入るんだよ、ねはい、まああの d a z n とか Unext で放送されてる時の、あのー、中継のスタッフの人が席払いをしてるだけなのかもしれないですよね。アナウンサーのせいじゃないかもしれない。わかんないですけどね。はい。そして次の14番このパー5は取りたいとこでしたけど2オンは狙えないので3打目勝負いきましたけどピンの左3メーターぐらいにつけてね。 これをぶち込んでナイスバーディーでした。これはね、これでアンダーに戻してきますよ。このまま行ってほしいと思いましたけどね。15番のパー3はピンの上10メーター以上あったかな。これはちょっとね、あのパーセーブするのはあのいっぱいだったかなと。でもこれね、下りのラインショートしちゃうんだよね。1メーターぐらいまた残しちゃうのでね、この距離残されるとドキドキなんだよね、見ててね。 で、しっかり決めて、なんとかパーセーブしましたね。で、16番のパー4、これはね、フェアウェイキープしたのに、かなりのつま先下がりがきついところからだったんですよ。で、解説の東尾理子さんは、これは、ね、私だったら寄らないどころかも、グリーンに乗らないなんて言ってましたけどね、見事にピン筋いきましたよ。 左ピンに対して、左にバンカーがある、あの、ちょっと攻めづらいところでしたけどね、ピン筋ってね、距離は少しオーバーしましたけどね、落ちたところはグリーン、かなりこう手前のところに落としたんですけども、グリーン硬いのか、まあ、スピンが効かなかったのかわかりませんけど、カップをずっと超えていってしまったんですけどもね、でも狙い通りの球が打ててるのかなっていう印象でしたね。ショットの調子は上向きじゃないかなっていう、 ふにに見えましたね私には、まあ、あのスコア的にはねうん不運もあったりでねあの伸びたり伸びなかったり調子いいのにショットの調子いいのにパターの調子いいのにスコア的にはちょっと出なかったっていう試合もあるじゃないですかプロ,プロの世界ではねなのであのスコア的じゃなくこうショット一つ一つ見てあこん今回は調子良さそうだなとか いいいうのをあの皆ささんんも判断したら見てて面白さが増すすじゃないかなかと思いますねスコアだけ見て、あ、今日良かったなと。じゃなくてね。ス,あのスコアだけじゃなくて、ショット見てね。あ、これ運が良かったなと。今日ラッキーだったなと。ラッキーがあったので、このスコアであの上がってきたけど、この今日の,あのショットだったら、このスコアはあのラッキーのスコアで、本来だったら、 もうちょっと悪いスコアで上がってくるぐらいの,あの今日の,あのプレイだったなとかわかると思うんでね。あの、素人目で見ても多分わかると思うんでね。そういった楽しみ方もあるんじゃないかなと思いますけどね。あの、解説の方の話を聞きながらとかね、見てると、あ、今日はあの、スコア悪かったけども、調子的には悪くなかったじゃないかなっていうのをね、 あの見てて、まあ、楽しみにしたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ、スコアだけ見てね、あの結果だけ見てね、あ,あ良かった、悪かった、じゃあ、ちょっとね、楽しみ方が半減すると思いますよ。はい。で、まあ、このバーディーパットですけどね、ちょっとラインが違ってね、かなり左に曲がっていきましたけどね、まあ、下りのラインということでね、まあ、十分かなと。 これもまたね、1メーターちょっと残っちゃうんですけどね。まあ、これはしっかり決めましたよ。あの、しっかり決める1メーターちょっとのね、最初11番で外したのぐらいのね、決め出すと2、3発決めるとちょっと安心できますよね。で、17番のパー3ですけどね、これは6メーターぐらいのところかな、オンしたんですけども、また下りのパッドのところに行ってしまって。まあ、でもね、 あのこれちょっとショートをしてしまったんですけどね。バーディー取れなかったですけども、パーでしたけどもね。まあこれね、あの、パーパット、ちょっと右に切れてギリギリだったんですよ。ギリギリ右縁から入ったんですよね。危なかったですけどね。で、東尾理子さんは、パット打つときにちょっと押し出してるっていうふうに言ってましたけど、スローで見たら押し出してる感じじゃなくて、打って、パチンと打ってから、 キューッと切れていったように見えたので多分押し出しているんじゃなくて、まあ、ラインでちょっと右に切れたんじゃないかなとパッティング自体が悪かったわけじゃないんじゃないかなっていうふうに私は見,見えましたはいで18番のパー5なんですけども2打目でねバンカーでしたけどもこのバンカーショットがバックスピンでキュキュッと止まってね ベタピンいきましたね。これは素晴らしいバンカーショットでした。お先にバーディーですよ。はい。もうすぐバンカーショットからパターンに持ち替えてね、お先にっていうことでバーディー決めて。いや、3つ目のバーディーきましたよ、はい。で、後半に入っての1番でね、パーファーをまあ、フェアウェイキープしたんですけどもね、これ今日同じ組だったのは、あの、同じ年のね、同級生の 黄金世代の年代ですよね。中国のリュウ・ヤン選手でしたけどね。ドライバーで打った渋子ちゃんをオーバードライブしてね。10名、10ヤード、10ヤード先を行ってましたけど、リュウ・ヤン選手、めちゃくちゃ飛ぶんですよ、この選手ね。なので、ドライバーじゃなくて、ユーティリティで打ちましたね。ユーティリティで渋子ちゃんのドライバーを超えましたね。10ヤード先を行ってましたね。ほんと飛ぶよね。はい。 いつだったっけどあのドライビングディスタンス1位のポリー・マックと一緒に渋子ちゃん回った時も40ヤード以上置いてかれたもんね。まあでもゴルフは上がってなんぼですからね。飛ばせば有利かっていうとそうでもなかったですね。今日、リュウ・ヤン選手ね、ドライバー握らないホールが多かったですからね。まあそれでも、あの、ね、方向性がいまいちだったので。 なかなかこう、どんどん伸ばしていくっていう感じではなかった感じですけどね。でも、まあ、セカンドショットね、3メーターちょっとにつけて、バーディーとはならずにね、ショートしてしまったね。これはちょっともったいない感じでしたね。ここバーディー来たかなと思ったんですけどね。はい。でも次はね、パー5なので、忘れて次行こうと。で、次、パー5、2番ね、フェアウェイからの3打目。 まあこれ5は5メートルぐらいについてねまあちょっとね短かったからもうちょっと欲を言えば近くに寄せたかったんじゃないかなと本人は思ってたんじゃないかなと思いますけどねここは決めきれずパーでしたねで3番のパー3これ6番まあしぶ子ちゃん6番アイアンの時にねいいショット打つっていうのが最近思うんですけども これピンそば 3m ぐらいかなちょっと縦距離の映像で分からなかったんですけども 3m ぐらいあったと思うんですけどねこれをぶち込んで今日4つ目のバーディーきましたね12番でどっちか取りたかったんでねほっとしたんじゃないかなと思いますけどねはいでパー4あの4番のパー4ねこれはパーオンできずにまあアプローチで寄せてパーでしたけどね5番のパー4もセカンドねピンの上左端5ヤードにつく 切られてるピンに、まあ、下りのラインについたんですけどね。まあ、あのラインは、まずまず、タッチも良かったですね。ナイスタッチでパーを拾ってました。で、6番のパー3ですけども、左ピンに対してまた左に打っていったんですよ。これね、下りのラインにまたついたけど、今度は結構強めに打ってね、1メタちょっとはオーバーしてたんですけどね。 まあ逆に返しは上りになるんでね、しっかり決めてパーを拾ってました。で、7番のパー5ね。これフェアウェイからね、2オンに成功しましたね。成功しただけじゃなくて4メーターちょっとについたんですよ。これは完璧なショットでしたね。で、イーグルチャンス。これが惜しくも入らずで、まあでもしっかりオーバーさせて打ったので、 まあ、パッティングは悪くないですよね。まあ、それほど、あのー、パッティングも心配いらないかなと。まあ、1メーターちょっとの外したときにはちょっと、どうかなと思いましたけどね。それほど心配するほどではないかなという感じかな。まあ、返しも入れてね、なん,な,んなく、あのー、5つ目のバーディー取りましたけどね。でも、パターをね、あのー、JB に、あのー、キャディーさんにね、 返すときには、ちょっと首かしげてね、悔しそうな顔してましたけどね。で、8番のパー4ですけども、ティーショット珍しく左に曲げてラフいっちゃったんですけどね、これね、狙えなかったんですよ、前の木が邪魔でね。で、ボールも沈んでたので、ボールを操作してね、ボールをわ、ま、ざ、ま、と曲げてグリーンを狙うっていうのも、かなり難しいライでしたから、無理する必要もないかなという感じでね、まあ、思っていた通り、 短いクラブを持ってね、ね。レイアップしましまた、ね、で3打目でビタッとつけてねパーを拾ってほしいと思ってたんですけどなかなか3打目もねまあ200ヤード近く残っちゃったのもあってねまあアプローチがよらず 2m ーーちょっとありましてねまあここはしょうがないかなとダブルボギーかなと思ったんだけどこの 2m ーーちょっとのねぶち込んでなんとかボギーで済ませましたね。 はいまあ、下りのラインに着くとちょっとドキドキなんだよね。あの、打ってからさ、時間長いでしょ。あの、距離に対しての時間が長いんでね、トロ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 っていうカップに近寄っていくのでね、あの、カップに到達するまでの時間が打ってから長いので、下りのパットはね、ドキドキするんだよね。はい。で、最後の9番ね、パー4。 セカンドショットは6メーターぐらいのところについたのかな。まあこれは惜しくも入らずでパーでしたね。今日は5バーディー2ボギーの3アンダー。まあ1メートルのパーパット外したのは惜しかったですしね、残念でしたけどね。1番のバーディーパットもね、惜しかったですよね。2番のパー5でも取りたかったんですけども。まあ、まあ印象としては5アンダーぐらい出ててもいい内容だったかなっていうふうには 見えましたね、はいまあ、スタッツ見ても、まあ、他の3人よりは、スタッツはそれほど良くはなかったかなっていう感じはしますけどね。でも、バーン率も14ホールありますし、フェアウェイもそんなに大きく曲げるっていうホールもなかったですし、ね、まあ、あの17番はちょっと曲げましたけどね。まあ、それほど あの大きく曲げたっていうわけじゃなくて、そのライの悪いところにスポッと入ってしまったっていうのがあって、ボギー打ってしまいましたけどね、まあ、ダボじゃなく、ボギーで済ませましたからね、良かったなと思いますよね。インタビューでもね、ちょ,ちょっとあの、パー5、2オンしたときに、まあ、自分が思ってる距離よりも出てて、飛距離が出てて、ちょっとびっくりしましたと。あんなに寄ると思ってなかったと、まあ、いう感じではありましたけどね。 まあ明日はボンミスを減らして攻めるとこは攻めたいと言っていましたよね。まあ上位目指してね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。上位じゃなくて優勝しちゃっていいんですよ。遠慮しないでね。はい。ここスコア出るコースなんでねも、もう伸ばしていかないとちょっと厳しいのでね、ガンガンいってほしいなと思いますよね。はい。予選通過したら、まあ3日間開催です,ですからね、あの、まあガンガン伸ばしていかないとちょっとまずいのでね。 はい、で、結果なんですけども、結果、あの出ましたね、こうやって喋ってる間に出ましたけどもね、はい、笹生優かちゃんは6アンダーで2位タイグループなんですけど、2位タイが結構いるんですよ、レクシー・トンプソンに。リディア・コウも調子悪い中、ね、あのリディア・コウで CME ランク93位なんですよ、今。レクシー・トンプソンも138位なんですよ、今。 そんだけあの有名どころの選手でもちょっと調子悪い年になるとこうなっちゃうっていうね。はい、花グリーンも6アンダー出してますね。はい、2位グループが多いです。なのでもう接戦ですよね。で次ですけども日本選手西村優菜ちゃんが5アンダー1打差で2位グループから離れて11位タイになっておりますね。 はい、2打差ですから全然優勝の圏内ですね勝みなみちゃんも3打差です、はい、まあまあこれから伸ばしていって優勝争いなんかしてもらえると盛り上がっていいかなと思いますけどねで渋子ちゃんは3アンダーで26位タイということですね26位タイでも今71位なんですけども暫定順位になるとねこのまま 試合が終わるとなると74位になってしまうっていう。しぶ子ちゃんより順位の下の人が上にいますのでね。しぶ子ちゃんはこの順位で終わると落ちてしまうということになってしまうのでね。はい、西村ゆなちゃんは81位からこの順位で終われば76位と。まあこれは全部順位が変動しますからね。あの、西村ゆなちゃんより、あのー、 ランキングの下の人が西村ゆなちゃんよりも上に来ちゃうとまあ落ちちゃうっていう、まあそういうのもあるんで、まあこれはもう本当に目安でしかないのでね、はい、残り2日間、ぜひ日本勢頑張ってほしいなと思います。